木村拓哉、スノーマン目黒蓮&ラウールと連絡先交換のきっかけは、自宅での交流エピソードも、木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていくようや、ゲストの秘めた魅力や強さに迫る東京 FM のラジオ番組、木村拓哉フロー、毎週日曜11時30分から11時55分。1月7日、日曜日の放送では、後輩、スノーマンメンバー、目黒蓮さんとラウールさんと連絡先を交換したいきさつなどについて語りました。この日の放送では、リスナーからのメッセージをきっかけに、後輩、スノーマンとの交流の話題に、スノーマンがパーソナリティを務めるラジオで、メンバーの目黒蓮さんとラウールさんが木村への誕生日メッセージを1番目、2番目に送ったという話に、メンバーの佐久間大介さんが羨ましがっていた、というリスナーからの報告が。連絡先の交換について、目黒蓮さんとは新春スペシャルドラマ、教場2、フジテレビ系で共演した際、現場で交換したと説明。